しんちゃーお。こんにちは、ガオレンジャーガオブルーをやりました柴木健です。皆さんよろしくお願いします。ガオレンジャーの前は、いわゆるみんなと同じの高校生でした。で、まあお芝居ちょっとだけやったことあるんですけど、まあ普通の高校生でしたね。で、ガオレンジャー受かった時、決まった時はすごい嬉しかったです。電話がかかってきて、イエーイってなりましたから嬉しかったです。はい。このベトナムの皆さんもすごく思い出深いって言ってくださってるシーンなんですけど、ウラというボス、緑色のボスがいまして、そのボスにこう頭をブルーが掴まれて、わーってなってこう面が割れるというところがあるんですけど、そこが非常に思い出深いシーンですね。まずそういうシーンを、で、僕が死んでしまったシーンで、いわゆるトラウマになってしまった皆さん、申し訳ありません。ブルーが最初に死ぬんですけれども、やっぱりこう責任は感じますね。僕が最初に死んで、その後、ブラック、イエロー、いろいろ続くんですけど、まあ僕がまず死んで、次の回に行くという話なんですけれども、いわゆるこうお話を引っ張らなきゃいけないので、そのために、ちょっと衝撃的なシーンをどうしても作りたいんだということで、監督と、まあちょっとお話が一緒にして、その中で作ったので、結構頑張りましたね。リアクション、いわゆるリアクション、ああとかリアクションを頑張りました。苦しかったことは、ガオブルーは水の中で戦うんですね。こう泳いでとか。なので、真冬の本当に冷たい時に、水にどうしても入らなきゃいけないっていうところが多くて。でも、人間って海の中に入っても沈まない。なかなか沈まないですね。なので、石を持って、水の中に入って、バーンって入って、で、監督の用意スタートっていう声がかかると同時に石を離して、もうほとんど聞こえないんですけど、で、浮いてくるみたいな、そういうシーン、水の中に入って、やるシーンがきつかったですね。で、まあ乗り越えられたのは、まあかっこいい言い方をすると、まあ他のメンバー仲間がいたから乗り越えられたのかなとは。やっぱ1年以上一緒にいたので、辛い時も悲しい時、嬉しい時もずっと共有し合ってたので、それが嬉しいなと。だから乗り越えられたのかなと思います。いや、もう僕今回いわゆる出演オファーいただいたのは、うちのレッド金子くんから電話がかかってきて、こういう話があるんだけど一緒にやらないかって言われたんですけど、まずはやっぱ金子くん、僕レッドのこと信用してるので、そういうね、変な人たちとの付き合いがないだろうと当然思ってるので、すぐ OK って、出ますよって言った。そっから金子くんから、うちのレッドから、こういう人たちと一緒にやるんだけどとか、いろんな話を聞いて、で、ベトナムってガオレンジャーの人気がすごい、皆さん僕のこと結構知ってるんだよって話も聞いたので、ぜひとも行ってみたいと思いまして、だすごく嬉しかったし、なかなかこういうチャンスね、こういう出会いも少ない、日本だとなかなかないので、僕は普通に正直嬉しかった。ベトナムの第一印象、ファンの人ではなくてですよね。なので、飛行機から
ベトナムに着くときに、あのね、街の明かりが結構、いろいろ光ってて、もっと僕、こう、なんていうのかな、まあ失礼ですけど、田舎というか、そういうイメージがあったんですけど、なんか思ってた以上にいろんなところに家があったりとかしてて、あ、なんかこう、結構栄えてるな、とか、うん、そんな印象ですね。なんか賑わってるな、とか、活気があるな、っていう印象を受けました。僕、パクチーが苦手なんですよ。パクチー苦手だったんですけど、ベトナムに来てフォーを食べた時に、美味しいと思ったんですね。あのもう全部、多分ね、僕、口に合うのかなと思ってます。美味しいです。なんかどの料理も美味しい。その中で唯一美味しいなと思ったのは、バインセヨ。美味しかったです。あれがやっぱ一番僕の中に口があって、口に合うというか、一番美味しいなと思いました。いやもうね、嬉しかったですよ。20年経った作品が、僕当時19歳、うん、20歳。で、今もう僕40ですね。もう金子くん、うちのレッドですら20年経ってますから。その作品が未だにこういうふうに愛されてて、本当にヒーローがオレンジャーになってよかったなって20年経っても今思う瞬間を与えてくれたりとか、そういう意味で本当にベトナムのファンの人たちには、本当に感謝してます。嬉しいです。お酒飲むことかな。なんだろう。結構でもスポーツとか、うん、マラソンとか、そういうのしますけど。趣味か。あ、まあ、人と喋ること。うん、コミュニケーションを取ることが趣味の一つかもしれないです。サーフィンは、やったことないんです、僕。一回もやったことないです。すいませんが。見たことはあります。はい。まあ、日本でも、役者、エバラアクターをやってます。うん、まあ、なかなかこう、昨日、うちのレッドとも、金子くんとも喋ってたんですけど、なかなか同じ現場になる、日本で同じような、現場になることはないんですけれども、お互いがお互い、テレビとか、映画とか、まあ、いわゆる舞台、ライブの舞台だったりとか、そういうものに僕も出てるので、うん、まあ20年経ってお互いこういうふうに一緒にできたの嬉しいのと、ね、日本に戻ってからも、うん、テレビとか、そういうところで頑張って活躍したいなと思ってます。やっぱりこうベトナム本当に好きだなと僕思います。なんでっていうと、やっぱこう、みんな優しい。うん、そして情熱的だったりとか。うん、何か夢に向かって目標を持ってやってたりとかする方がすごく多いなっていう印象を受けました。なので僕も勇気をもらったし、今回ベトナムで会ってない方いっぱいいると思うんですけれども、本当一人一人に顔と顔を合わせながら一人一人にありがとうと、感謝の気持ちを伝えたいぐらいなので、またぜひベトナムに遊びに行きたいなと思います。また日本にもね、ぜひ機会があったら来てください皆さん。また、ベトナム遊びに来ますので、よろしくお願いします。シンカモン、カモン、シンカモン、OK? ありがとう、バイバイ。